右施設子は、日本の女性洋画家で、新製作協会会員。愛知県中島郡基町の織物工場を営む、裕福な家の住人兄弟の6番目に生まれた。父は、吉田栄三郎、母は菊。母の菊は、安政の大国で死罪となった水戸藩士、宇海吉左衛門の一族であった。しかし、吉田家は、不況の煽りで倒産した。 先天性股関節脱臼を患っており、両親に抑圧されて育った、節子も、この大きなショックから、当時興味を抱いていた絵の道へと向かっていく。戦前、戦後の画壇における、女性画家の地位向上に勤め、その生涯を通じてたくましい精神力で生命を、参加する作品を描き続けた。名古屋市の宿徳高等女学校卒業後、 日本画を進める両親を説得した上で洋画を学ぶために上京し、本郷洋画研究所で岡田三郎介に指示する。女子美術学校の2年時に編入学し、主席で卒業した。1924年に三岸幸太郎と結婚し、1930年に長男幸太郎を出産するも、1934年に夫と死別した。 生活は苦しかったが、太平洋戦争中も疎開せず、明るい色調の生物画を多数描いた。1946年、女流画家協会を創立する。1948年から菅野圭介と事実上の婚約関係にあったが、1953年に破局した。1954年、孝太郎が留学していたフランスに渡り、1968年には、 南フランスのカーユに1974年には、ブルゴーニュ地方のノーソン・ェロンに定住した。コータロウと共に、ヨーロッパの各地をめぐって、風景画の傑作を生み出し、言葉の通じない異国での孤独感や老化による、体の衰えと戦いながら、絵を描き続けた。1989年に帰国した時、節子は84歳になっていた。以後は、 神奈川県大磯町の自宅兼アトリエにて制作を続けた。当時の社会にあった女性らしい作品像の押し付けに反発し、アンディ・マティスやピエール・ボナール、ジョルジュ・ブラックなど近代フランスの絵画を取り入れた作風であった。節子の作品の中には、花という名前の作品がいくつも残されている。節子にとって、花とは生命力を感じさせるもの。花を愛し、 生涯にわたり描き続けた。花の作品からは節子の人生がうかがえるほど作品が変化している。1950年代までは花瓶に刺した花を画面全体に描いている。当時は日本にいたため室内画が多い。1970年代からはの庭にある花を描いている。この頃は海外に舞台を映したことにより風景画を描くようになった。 右市節子記念美術館、ありがとうございます。